レナード・ジョセフ、チコ・マルクスはアメリカのコメディアン、俳優、音楽家。マルクス兄弟の長男として舞台、映画に出演した。1887年3月22日にニューヨークのマンハッタンでユダヤ系移民の家庭に生まれる。貧しい家庭のために幼い頃から働きつつ、母、ミニーの元で芸能の訓練を積んでいった。1910年代以降、ハーポ、 グルーチョ、ガンモ、ゼッポの4人の弟と共に、ボードビルの舞台に立ち、アメリカ各地で公演を行った。チコという芸名は、チキンを追いかけ回すやつに由来している。ブロードウェイでの成功の後、ハーポ、グルーチョ、ゼッポと共に、パラマウントと契約、映画に出演する。ボードビル時代から、チコは、自身のキャラクターとして、 イタリア人的な特徴を取り入れ、イタリアなまりのステレオタイプ的な人格を演じていた。映画内でのチコのキャラクターは、額はないが、魅力的な詐欺師であることが多く、基本的に、ハーポのキャラクターと相棒の関係を築いていた。衣装としては、古ぼけた服と、チロル棒で個性を出していた。また、チコは、ピアニストとしての才能が卓越しており、 幼い頃からピアニストとしての収入を得ていた。映画でもチコのピアノ演奏は定番となり、ほとんどの作品でチコの演奏シーンが用意されている。指を銃に見立てて、鍵盤を打つように演奏するなど、独特の指使いで知られている。ボードビル時代から兄弟のマネージャーをしていた母、ミニーの死後、チコは変わってグループのマネージメントを担当していた。 パラマウントとの契約満了後に MGM と契約することを可能にしたのは、ビンワンプロデューサーのアービング・タルバーグとチコの間に繋がりがあったことである。また、チコは生涯、ギャンブルの悪癖を抱えていた。彼は、ギャンブル依存により常に多額の借金を抱えた状態にあり、1946年の映画マルクストリモの女王は、 その借金返済に充てるために制作されたものだった。1949年に映画界から退いた後はビッグバンドを弾いたり時折テレビに出演したりしていた。1961年10月11日、ハリウッドの自宅で動脈硬化で死去した。ありがとうございます。